せーの、下町上町長町です。始まりました。ってことで今日は何ですか？何ですか？何ですか？今日は無印1万円ぴったり選手権ってことで、ロフトの動画見てくれた子は分かると思うんですけど、はい、今回無印であります、はい、どうしても値段が見えちゃうんですね、うん、だけどそれをできるだけ見ずに感覚で1万円分買ってこようって、はいはい、で1万円近くなかった方、うん、おごりでっていうやつで無印行っていこうと思います、はい、僕は無印全然行かないのでガチで値段感覚分かんないんですけど、うん、まあまあ適当にどうせチラッと見えるんで料金もチラッと見えるんで分かんないよ。でもロフトの時全然見れなかったじゃん。ロフトの時はね全く見えなくなかった。ロフトの時は分かんない、探さないと値段分かんなかった、ね、けどまあ無印はどうなんでしょうね、うん、ということで無印にこれから行っていこうと思います。それではやっていいかも。中町兄弟、はい、ということでですね、私はですね、無印ちょうど行きたかったので欲しいものもね、いっぱいあるということで、私は結構無印に結構来るタイプの人間なんで、まあこれは負けてたまるかっていう感じです。絶対に勝ちます。ありがとうございます。どうも、どうですか？まあそうやな、意気込みとか。意気込みっていうか、無印って俺と似てるんよな。ブランドとかそういうのはないけど常にいてくれる存在、そんな無印さんが大好きです。案件待ってます。はにゃん、仲間ち兄弟。はーい、ってことで帰ってきました。買ってきたんだよね。はい。どうでした？値段がとっても見やすくてちょこちょこちらって見えちゃいました。はい、僕もです僕も結構値段見えちゃってできるだけ見ないようにしたんだけど、やっぱどうしても見えちゃうね。無印は見えちゃう。でも分かりやすさをモットーに はい、やってますね、無印さんは、はい、ということで無印さんで買ってきたんで早速袋を登場させようと思います。はい、ということで買ってきました。はい、今回あやのめっちゃ量多くない？めっちゃ多い。俺めっちゃ少ないのよ。だからそれが吉と出るかあざと出るか、うん、あざと出るか、吉と出るか京都出るか。あ、そうですね、吉と出るとはい、ということで今回も、はい、まあやの買った商品みんな気になっちゃうと思うんで、はい、先に僕から行こうと思います。誰も気にならない方です。はい、誰も気にならない方、売れてない方です、はい、ということで行きますこの時間もいらないもんね、すいませんはい、ということでまず一つ目、ボディータオル。これはまあ実家で住んでいまして僕も、はい、実家でやらせてもらってるんですけど、まあお母さんあんまり僕のタオル買ってくれないんですよ。確かに結構穴開いたままずっと僕も使ってるんですけど、穴開いた時にお母さん買ってくれないんで今回は自分で買おうかなっていう。でこれ今裏で値段見えました。690円。690円もすんのそれ？690円です、はい、これ一つ目、はい、次こちら。何美容院化粧水買っちゃいました。しかもさっぱりタイプ。やっぱしっとりタイプとか高保湿タイプみたいなの、うん、でもやっぱ俺さっぱりから、とりあえずさっぱりからかなと思ってさっぱりタイプ。これ500円の予想です、はい、化粧水とか普段絶対買わないから。はいはいはい、人生初めてじゃない？人生はい何のマイキャラ？人生初めてです今日これ買ったの。だからまあつけてみようかなっていうのがありますね。はいはい、まあ、どうせならつけてみて、うん、さっぱりした僕をこれから見てもらえたなと思います今しっとりしちゃってるからさっぱりした僕を見てもらいたいなと思いましたお店からが次入ってきた、はい、ということで次キャンドル絶対使わない。いや本当にもういやもうぶっちゃけね、何して、いやぶっちゃけ言っていい、無印ガチ欲しいものなかったわ。実家暮らしだと食器とかもいらないしってなってくるともうね、こういうアロマ系しかない。わ、純平からほど遠い匂い。いい匂いだね。でも、うん、ちょっとちょうだい、ま、あ、全然もはや全部でしょ。まあこれ500円の予想です。500円かな。500円、もっとすると思うんだけど。で、これで1000円で、これ1690円、まあ大体2000円ぐらい、はいはい、っていう予想です。で、次こちら領収書入れ。はいはいはい、これね、うん、一番領収書っぽい入れ物かなっていう、うん、まあこれだけあったら領収書全然貯めれるし、うん、と思って買いました。いくら予想？こちら多分安いので、あー書いてある、またここに。え、見ちゃった？ダメ、見てないことにして。でも300円。そんなする？まあ300円ぐらいかなっていう。見えちゃったやつ。見えちゃったやつは250円。まあちょっと持って話すね。ちょっとそれなら600円とか言ってきよまあまあだからこれで2000円だね。次こちら匂い加湿器みたいなやつですね。はいはいはい、ありがちなやつですね、はい、こちらが僕の予想ですと5000円ぐらいなんですよ。うん、しそう。5000円ぐらいなんで、まあここで7000円ですね。はいはいはい。そして匂いリキッド、これに使う、うん、うん、匂いリキッドが5000円。
7000だったらこれ3000円じゃないとダメですか。でも終わり終わりです。あれ俺もうミスったの、それはいくら予想だったの。10001000円、うん、じゃあ8000円8000円じゃあ負けってことでいい。はい。何してんの普通に。なんか欲しいもんなくて。中町です。じゃあ次私行きまーす。じゃあまずこちら食べちゃいました、すいません。こちらですね、私の大好きな毎回毎回無印で買ってるものなんですけど、はい、イカですね。めっちゃ多くね、お前。めっちゃ多いよ。このイカは確かね300円ぐらい、280円とかそのくらいだった気がするんだよね。はい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 。でこれ300円で600円でまずこれで、はい、でこれは200円ぐらいだと思うんだよね。全部200円ぐらい。そうそう200円ぐらい、はい、ね800円でしょ。800円でこれはね400円ぐらいだと思うんだよ。いや300円ぐらいだよ。じゃあ300円1100円ぐらい。で最初食べ物系からいこうかな。このロコモコ、このロコモコのハンバーグなんですけど、うまそう。それそう、これはまあ400円だと思うんだよね。400円で今いくら。でまあ1500円ぐらい。次まだまだ食べ物あります。こちら生ハムとキノコのポロチーニクリーム、うまそう。それ100円だ。100円、ね、いや200円。1700円。これで1700円、ね、今ね。で刻みますねあなた今回。で次これ、うわー刻んでるわ。冷麺300円ずつで600円。で今は2300円。はい、今で次こちらあやも買いました。こちらいくらだったっけ。700円だっけ。600円ぐらいね。650円ぐらいね。でもこれはこんな高いイメージじゃなかったね。300円ぐらいだと思ってた、予想外。で次このコットン、このコットンめっちゃ安いんだよね。多分ね200円ぐらいなんだよね。そんな。次このタオル、これはねあのね前あやが今使ってるやつなんですけど、はいはい、1000円ぐらいなんだよ多分。はい、4200円。はい、でこのバスタオル、うわー出てくるね。まだまだこれはね3000円ぐらいだと思うんだよね。そんなしないからね。2700円。だからでいくら。8000円いかないぐらい。で次この導入化粧水、これは1300円ぐらいだと思うの。だから9000円とかで、この箸、この箸600円ぐらいで9600円。はい、以上。これ今回絶対負けてるわ。絶対負けてるっしょ。この量だよ。でもあや超買えたね。超買えた。どうでしょうかこの私の予想は。やばいわ、強いわ。ではまず一番高いものを金額とともに発表します。お互いね。あやタオルだと思う。俺絶対これだもん。中松 JP さんの一番高いもの、はい、もちろん超音波潤いアロマディフューザー5990円。おお、はいはいはい。じゃあ6000円だほぼね。で、あやさんの一番高いもの、導入化粧水です。え、導入化粧液が一番高いです。はい、いくら。1990円。おお、高いですねそれは。え、でもあやさんバスタオル残念って予想して。ねえ、あやじゃね、これワンちゃん負け。でもあやさんの合計14点、 JP が6点。倍やん。倍以上勝ってる。はい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 。ということでまず金額からお願いします。金額言います。はい、お願いします。お一人様が9490円です。おお、もう一人が7827円です。あやだ。俺だ。え、あやだ。俺だ。あやだよ絶対。あや、あやだ。あやだよ。あやだ。あやだよ。だって俺も6000だもんねこれで。なんで。それがまさか、え、それが目つぶってないで肩を叩かれた方が自腹です。いきます。自腹は14点で7000円だ。やばっ。ちょっと無印の可能性出してるねかなり。え、タオルこんな安いの。バスタオルが大きいのが1590円で、ちっちゃいもの薄いフェイスタオルが290円です。うそやん。で、コットンは400円、食べ物類は全部400円以内だよね。じゃあ俺のろうそくとかキャンドル490円です。あ、500円だ。うん、化粧水は化粧水が580円。ああ、で、エッセンシャルオイルが、うん、メイクボックス250円、ボディタオルが690円で9490円。はいはいはい。マヤのそのだからカステラとか100円、もうそのレベルだから。そうだね。お箸も790円。だからもうほんとマヤはバスタオルだね。お箸だってこれ1000円ぐらいすると思って2個入れたけど1個減らしたもんね。カレー麺も250円。じゃあもう完全に、てか俺すごくない？逆になんだけど、すごいわ。でもまあちょっとあのずるいって言っちゃあれなんですけど、まあこれはもう5000円台って知ってたんで。なんで？チラ見で。チラ見の5000円。一番の目ですよね。チラ見5000円、これ見えちゃってたんで、まあ仕方ない。あれ見えちゃったやつね。どれだっけな。え、じゃあさ、この超音波ってどういうこと。これいる？いらない。いえ、炊けばいいじゃん。いる？いる？いらない。ちょっともう置くスペースがまあ6畳なんで。
6畳一回やってみれば自分で。まあそうだね、うん、一回家で試してみなよ。でもなんかいいよね、いい、可愛くない？対応スペース12畳から15畳っていうことで、ジェンベリアンが狭すぎるということでマジか、対応しすぎちゃうってことですか？対応しすぎちゃう。どうせ買ったならやるわ、一人でこうやって実家の6畳のワンピースだらけの家で。で、あやは何、特に今回の買い物で欲しかったのは何ですか？この導入化粧水と、はいはいはい、コットンと食べ物全部やとタオルでーす。本当にね、近々行こうと思ってたからラッキー。ただ化粧水ってどうやって使うの？これこのままで使えるけど、こうやってちょんちょんちょんちょってペンペンペンってやるだけ。今やってみなよ、本当にさっぱりタイプなのか。確かにさっぱりするのかわかんないからね。行、うん、きまーす。だから取んなくていいの？取るよね。じゃあモザイクだけ一回止めていい？出てる出てる、あ、出てる。もうベアもだって俺のこともう誰かわかんないどう、さっぱりしてる？今モザイクかけてるから安心して目開けていいよ。うん、これは水分取らないってことだよね。え、全然つけてないから、もっとバシバシつけないと。 OK です、さっぱりがどうか判断していきたいと思います。はい、モザイクいいですか？はい。やってます？うん、いきます。さっぱりか、さっぱりか、さっぱりか、ダメよ、さっぱりか、あるって、じゃあ、ダメよ、あるじっとりでいい。はい、ということで今回も俺が勝ったということで、でもこの企画に関しては1万ちゃんともらおうかな。でも動画内でもらうと生々しいから、この後普通に喋ろうかな。え、喋んの？え、違う違う、あの会議ってことね。ああ、動画終わった後この1万は本当にもらえるのか、もらえ、お前がいただこねえのか、ああ、どっちかっていうの。喋ろうかなって、言葉のチョイスおかしい。あ、うんうん、だから語ろうかな、うん、語ろうかなもおかしい、うん、話し合おうかな、話し合おうかな、うん、会議しようかな、とか相談しようかな、とかお願いか、お願いしようかなとか、お金もらおうかな、お金、そうだそれとか、お金欲しいなって感じか。ということで、この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントもやめなさい、お願いします。じゃあねー。まだかまだか。ね、お願いします。はい、よいしょ。今回はたくさん買いました。こうやってタタタン、ありがとう。